ロバート・ E ・パークロバート・ E ・パークとして知られるロバート・エズラ・パークはアメリカ合衆国の都市社会学者で社会学におけるシカゴ学派の基礎を築いた主要人物の一人ペンシルベニア州ハーベービルに生まれミネソタ州レッドウィングで育ったミシガン大学に学びプラグマティズムの哲学者ジョン・デューイの教えを受けた社会問題特に都市における 人種問題へ関心を持っていたパークは大学卒業後にシカゴで新聞記者になった。1887年から1898年にかけてジャーナリストとして米国各地で働いた。その後、1898年から1899年にハーバード大学で心理学と哲学を学び、ここでも優れたプラグマティズムの哲学者。 ウィリアム・ジェームズの教えを受け、修士号を取得した。その後、パークはドイツへ渡り、1899年から1903年に、かけて、ベルリン、ストラスブルク、ハイデルベルクで学んだ。1899年から1900年には、ベルリンで、ゲオルク・ジンメルに支持し、1900年には一学期を、ストラスブルクで過ごし、1903年には、 ハイデルベルクで哲学の博士号を取得した。博士論文の主査は、哲学者、ビルヘルム・ビンデルバントと地理学者、アルフレート・ヘッドナーで、論文の表題は、マッセ・ウントパブリカム、アイネ・メソドロジシャ・ウントソジオロジシャ・ウンターズ・カング、であった。1903年に帰国したパークは、1904年から1905年に、かけての短期間、 ハーバード大学で哲学の助手となった。ハーバード大学にいたパークは、巧妙な黒人教育者ブッカー、T. ワシントンから、アラバマ州タスキー議のタスキーギインスティチュートに招かれ、米国南部の人種問題に取り組んだ。その後、1914年に、シカゴ大学の社会学部に加わり、1936年に退職するまで、ここに泊まった。さらにパークは、 テネシー州ナッシュビルの黒人大学、フィスク大学に移り、裁判年まで、ここで教弁を取り続けた。パークは、ナッシュビルにおいて、79歳で没した。パークは、生前から、学会の内外で著名な人物であった。1925年以降には、アメリカ社会学会や、シカゴ都市連盟などの会長を務め、米国社会科学研究評議会の会員となった。 境界的人間とは二つの社会を二つの単に異なっているだけではなく敵対し合う文化を生きるべく運命づけられた存在であり彼の精神は二つの異なる要因には溶解しない文化が溶解し全体的あるいは部分的に融合するルツボとなるのである出かけて豪華なホテルのラウンジに簡易宿泊所の玄関口に座ってみたまえ ゴールドコーストのベンチに、スラムの寝床に座ってみた前。オーケストラホールや、スターガーター劇場のバーレスクの客席にも、座ってみた前。要するに、出かけて、本当の調査をやって、自分のズボンの尻を汚して来いということだ。ロバート・パーク。1927パークは、アメリカ合衆国において、移民との関わりから発展した、同化の理論に、 大きな影響を与えた。パークは人種関係サイクルと名付けた4つの段階を移民集団が辿っていくと論じた。第1段階の接触、続いて第2段階の競争を経て第3段階で各集団は相互の存在に適応し、最終的にそれが維持できなくなると移民集団は同化していくというのである。パークはおそらく人種関係や 文化接触について、近代の社会科学者の誰よりも多くの着想を提起したと言えるだろう。さらに重要なのは、パーク自身がこの四段階説を、移民だけでなく、あらゆる動態的な社会過程に適用できると、考えていた、という点である。パークが、シカゴ大学で教鞭を取った時期に、社会学部は、シカゴという都市を一種の実験室として扱い始めた。 パークの業績は、シカゴ大学の同僚だったアーネスト・バージェス、ホーマー・ホイト、ルイス・ワースたちの業績とともに、都市社会学の一つのアプローチとして発展し、シカゴ学派と呼ばれるようになった。私は、主に三つの分野、すなわち、集団態度、人類生態学、人種関係論の分野における探検者であった。シカゴ大学において、アメリカ社会学は、 方法論よりも人々に関わるようなあり、ロバート・エズラ・パークは、境界的人格という着想を展開させた。パークは、原始的社会において、人々を結びつける中体となる忠誠心は、彼らが、社会に対して感じていた、恐怖心や、憎悪の度合いと、性比例すると考えた。この概念は、エスノセントリズムと、内部集団、外部集団の性質の理論へと展開した。 集団の連帯の強さは、集団外に向けられた敵意の度合いと相関する。ビリー・デイビス。マージナリティ・イン・エー、プルーラリスティック・ソサエティ・パークが、生態学という用語を、社会学に持ち込んだのは、生態学の基礎を築いた一人である植物学者、オイゲン・ワルミングからインスピレーションを得てのことだったが、それだけでなく、第一次世界大戦前から、 人類生態学の最初の構想を展開していた、ジョン・ポール・グードのような地理学者にも影響を受けていた。ありがとうございます。